2019年3月3日芝仙式刊行以来諸行年表第5式刊17爆走式爆走爆読してまいります。 本表は高祖元年前206年以後王に奉ぜられた者の年表である立国年表の末尾前207年に接しており、大書4年前101年までの記事が載せられている。最上段は漢王朝のこと、括弧原則として皇帝の即位年元号等であるが、前153年および150年の2箇所のみ皇太子の配列が記される。括弧閉じ。漢王朝のことが挙げられ、その下の26段は総以下の諸国のものである。記載されている年代は高祖光申高蛇年表以下の4編と重なるが、本表は王についてのもので、高祖光申高蛇年表以下は皇についての表になる。なお編名については前慶太子公自叙中に刊行以来諸行表とあるなど諸説があるが、本表に掲載されるのが王に限られることから表記のものに従った。太子公自叙第70。刊起こりて以来大書に至るまで100年、諸行配流分作して不期明らかならず、有志償なきも強弱のもとと言わんのみ、刊起こりて以来の諸行の年表第5を作る。刊が後期して以来武帝の大書年間まで100年になるが、その間の相次ぐ諸行の配列や報国報土の分割削減の系譜は明確に記録しておらず、役人も引き継いで記録してはいないが、これはひとえに王室を強固にし諸侯王の勢力を弱めるための計策であったと言えよう。そこで漢が後期して以後の諸侯の年表第5を作った。刊行以来諸侯王年表第5式刊17。太子公曰く、院以前は久し、州の方は五等、高校白士段なり、しかれども白金公宿を老栄に奉ずるに一位、おのおの四百になるは、臣を臣とするの義にして、有徳を褒むればなり、太公の姓における五公の地を兼ねるは勤労を尊べばなり、武王姓公奉ずるところは数百にして、同姓は55、地上は100里に過ぎず、下は30里、もって王室と吠えす。関西公宿総邸あるいは杉あるいは孫数、例有の後王室家系紅白の峡谷起こり、天使美にして正すあたわず、徳の順ならざる元い徳の順ならざる、徳の順ならざるにあらず、形勢の弱ければなり。太子公曰く、院以前のことは古すぎて詳しいことはわからない。州は諸侯を高校博士団の五等に報じた。しかし白金公宿をそれぞれ路と A に報じた際に、報度はどちらも400里であったのは、身寄りの者を親しむ義によるものであって、有徳を褒めたのである。太公が姓において五公の地を兼有したのは、太公の周王朝創建における働きによるものであって、有徳を褒めたのである。太公が姓において五公の地を兼有したのは
大公の周王朝創建における働きぶりを尊んだからである。武王、聖王、皇王が報じた諸侯は数百で、うち周との同姓の者は55あり、報知は上は100里に過ぎず、下の者はわずかに30里であったが、彼らが王室を助け守ったのである。関西公宿宋帝の諸侯は、あるものはこれ以上で、あるものはこれよりも少なかった。霊王雄王の後、王室の徳は欠け、紅白の強国が交流し、天使は微力で秩序を正すことができなかった。このことは徳が純でなかったからではなく、王室の形成が弱かったからである。関羽を懲りて二頭を追んず、高祖の末年、竜氏にあらずして王たる者、もし上は功能して上の置かざるところにして功たる者、天が共にこれを中枢、高祖のして同姓の王たる者は九国、ただ一人調査のみ異姓にして、後進の功たる者、百有四人なり、願文大元より伊藤、領用に至るまで縁、大国たり、定山以南、大公より査定して、火星を渡り、阿賢伊藤、海に迫るまでは聖長国たり、陳より伊勢、南の方九義に至り、東は高、Y、国史を帯び、海景に迫るまでは、梁、宋、Y 南、調査国たり。皆外は高越に接し、思考して、南地巨山を来たして、伊藤はことごとく諸侯の地にして、大なる者は、あるいは五陸軍、城を貫ること十数十、百貫九貫を置き、天使になぞらう。貫は一人、三が東軍、永泉南陽、公領より伊勢は職に至るまで、北は雲中より老政、東内使徒に至るまで、すべて15軍の保ち、公主烈公、すこぶるそのうちに雄をはめり、なんとなれば、天が初めて定まり、骨肉同性宿能、ゆえに疲労諸月と強し、もって視界を沈部し、もって天使を奨励すればなり。漢王朝が起こってから、王と皇との二頭を助持するようになった。皇祖の末年に、劉氏でないのに王であった者、もしくは大した功績もなく、お上に任命されたのでもないのに皇だった者は、国中こぞって中殺された。高祖の子弟、同姓で王となった者は9カ国で、ただ調査の国だけが異姓で、後進の皇となった者は百有四人であった。願文大元伊藤、領用に至るまでは燕と鄱の国であった。定山以南、大公より左折し、黄河と清水とを渡り、阿賢伊藤、海に迫るまでは聖および長の国であった。陳伊勢、南は九義山に至り、東は長江、淮水、国水、四水を帯び、海景に迫るまでは梁、宋、淮南、調査国であった。これらの諸国は皆、外は高越に接し、内地は通行を阻む急峻な山を北にしたところより、伊藤はことごとく諸侯の領地で、大国はあるいは五六軍、町を連ねること数十、百貫宮殿を置き、まるで天使のようであった。漢の皇帝は、三が東軍、永泉南陽と高陵より伊勢は職に至るまで、北は雲中から老政と大使徒に至るまで、合わせても15軍を保つだけで、しかも公使や列侯たちが相当に多く職有を持っていた。なぜなら天下が平定されたばかりで、骨肉同姓も少なかったので、そこで広く諸子も含めて力を持たせ、
それによって司会を陳伏して天使を継承して護衛させようとしたからである。間定まりて百年の間、親族ますます右党諸侯あるいは強者にして邪神の警棒に習いて淫乱のなし、大なる者は反逆して、小なる者は法に従わず、もってその命を危うし、身を落とし国を滅ぼす。天使上古に見、しかる後に刑を加え、諸侯をして恩納して子弟に国有を分かつを得しむ。故に聖分かれて七となり、長分かれて陸となり、両分かれて五となり、淮南三に分かれ、及び天使の司書士、王となり王子の司書、公となる者百猶予あり。御祖の時、前後の諸侯あるいは敵をもって地を削らる、五侯をもって遠代に北辺の軍の、五淮南調査に南辺の軍の、聖長領祖の四軍名山破壊は皆間に収まる。諸侯ようやく美にして大国は十余条に過ぎず、将校は数十里に過ぎず、上はもって公職を宝鶴に足り、下はもってもとい、上はもって公職を宝鶴に足り、下はもって祭祀に供養するに足り、もって慶子を半歩す。志向して官の軍な八九十、形は諸侯の間に交わり、剣がのごとく愛望み、その愛息の地理を取る。本官を強し、使用弱うするの聖なり、尊卑明らかにして万事おのおのそのところを得たり。官王朝が定まってから百年間、親族はますます疎遠になり、諸侯の中には強者になって、邪神の警棒に鈍感になって、道に外れた行いをするようになり、甚だしい者は反逆し、程度の軽い者は法に従わず、それによって国運を傾け、身を落とし国を滅ぼした。天使は上古に鑑みて、後に恩恵を加え、諸侯に恩を押し及ぼして、その子弟に国有を分かつことを得させた。だから聖は分かれて七国となり、長は分かれて立国となり、領は分かれて五国となり、淮南は三国に分かれ、また天使の諸子で王となった者、王子の諸子で公となった者は百有余人あった。御祖の反乱の時、愛前後して諸侯たちは、あるいは罪をもって領地を削られた。これによって遠代には北辺の軍がなく、五淮南調査には南辺の軍がなく、聖長領祖の四軍、名山古称はすべて召し上げられて官に収められた。こうして諸侯は次第に微弱になり、大国も十余の町を有するに過ぎず、将校は数十里の土地を有するに過ぎなくなった。だがこの規模でも神は天使に拝謁して貢ぎ物を献上することができ、下は自家の祭祀に備えることができ、慶子を守り助けることができた。そして官は八九十の軍を領有し、その形状は諸侯の領地に入り組んでおり、まるで犬の牙のように錯綜して、その要害の地の利を得た。ちょうど木の幹を強くし、使用を弱くするという勢いで損費が明らかになり、万事がおのおの本来あるべきところを得た。新鮮慎みて豪祖以来大所に至るまでの諸侯を記し、その下に益尊の時を伏し、後世をして見るを得しむ。形勢強しといえども、これを要するに仁義をもって元となす。新鮮は慎んで豪祖以来大所に至るまでの諸侯を記し、その下に領地の益尊の時を記し、後世の人に一覧することができるようにした。たとえ形勢が弱くても、容態は仁義にほかならないのである。
光祖元年。祖、姓、慶、淮南、遠、長、梁、淮陽、大、調査。光祖の光祖の元年、前206年、祖、姓、慶、淮南、遠、長、梁、淮陽、大、調査。光祖2年、祖、北条に都す、姓、林氏に都す、慶、呉に都す、淮南、樹春に都す、遠、慶に都す、長、簡単に都す、梁、淮陽に都す、淮陽、淮陽、陳に都す。第11月、初めて関心を王とするの元年、馬遊に都す。光祖の2年、前205年、祖は北条を都とした、姓の国、林氏を都とした、慶の国、呉を都とした、淮南の国、樹春を都とした、遠の国、慶を都とした、長の国、簡単を都とした、陽の国、淮陽を都とした、淮陽の国、陳を都とした、大の国、11月、初めて関心を王とした元年、馬遊を都とした。ただいまですね、淮陽の都が陳で、梁の都が淮陽というのは明らかに誤りなので、ここは水陽に作るべきかと先に行きます。光祖3年、省略します。光祖4年、前203年、ここから行きます。光祖4年、姓、初めて秦を王とするの元年、元の小国たり、淮南、10月一中、初めて英夫を王とするの元年、長、初めて長寿を王とするの元年、光祖。光祖4年、前203年、姓の国、初めて関心を王とした元年、関心は元の宰相である。淮南の国、10月一中、初めて英夫を王とした元年、長の国、初めて長寿を王とした元年、この年、長寿は亡くなった。光祖5年、祖、聖王、秦、移りて、宗王となるの元年、藩士、廃せらる。姓、祖に移る、遠、呉、9月、陣死、初めて、魯安を王とするの元年、長、王豪の元年、豪、字の子、梁、初めて宝越を王とするの元年、大、郷土に下り、国除かれて軍となる。調査、2月一日、初めて文の御勢を王とするの元年、光祖。光祖5年、前202年、祖の国、聖王神が違法されて祖王となった元年、関心は謀反を企て廃せられた。聖の国、祖に報道を移した遠の国、豪9月陣死、初めて魯安を王とするの元年、長の国、王豪の元年、豪は字の子である。梁の国、初めて宝越を王とするの元年、大の国、郷土に下り、領地が召し上げられて軍となった。調査の国、2月いつび、初めて文の御勢を王とした元年、この年御勢は亡くなった。光祖6年、祖、正月平後、初めて光を王とするの元年、光祖の弟。姓、
正月孔子始めて統計王、非王王とするの元年、非孔子の孔、計、正月平後、初めて劉化を王とするの元年、調査、西王神の元年。孔子6年、前201年、その国、正月平後、初めて孔を王とした元年、孔は孔子の弟である。西の国、正月孔子、初めて統計王、非を王とした元年、非は孔子の子である。計の国、正月平後、初めて劉化を王とした元年、調査の国、西王、秦の元年。孔子7年、省略します。孔子8年、趙、ハイセラル。孔子8年、前199年、趙、趙王が廃された。孔子10年、もとい孔子 9年、祖、来たり趙子、姓、来たり趙子、淮南、来たり趙子、趙、初めて陰王、徐威を王とするの元年、徐威、孔子の子なり、梁、来たり手趙子。孔子9年、前198年、祖の国、来朝した、姓の国、来朝した、淮南の国、来朝した、趙の国、初めて陰王、徐威を王とした元年、徐威は孔子の子である。梁の国、来朝した。孔子10年。祖、来たり趙子、姓、来たり趙子、計、来たり趙子、淮南、来たり趙子、藩士、中世らる。縁、来たり趙子、梁、来たり趙子、藩士、中世らる。調査、来たり趙子。孔子10年、前197年。その国、来朝した。西の国、来朝した。K の国、来朝した。淮南の国、来朝した。謀反して中殺された。その国、来朝した。梁の国、来朝した。謀反して中殺された。大の国、また大の国を設置し、中都に都した。調査の国、来朝した。孔子11年、計、英夫の殺すところとなり、国、除かれて、軍となる。淮南、2月皇后、霊王趙の元年、趙、孔子の子。梁、2月平後、初めて甲斐を王とするの元年、甲斐、孔子の子。淮陽、3月平陰、初めて雄を王とするの元年、雄、孔子の子。大、正月平氏、初めて王とするの元年。孔子11年、前196年、慶の国、王の劉化が英夫に殺され、領地が召し上げられて軍となった。淮南の国、12月皇后、霊王、趙の元年、趙は孔子の子である。梁の国、2月平後、初めて甲斐を王とした元年、甲斐は孔子の子である。淮陽、3月平陰、初めて雄を王とした元年、雄は孔子の子である。大の国、正月平氏、初めて王とした元年。孔子12年。計、改めて五国となる。10月新中、初めて非を王とするの元年。非孔子の兄、中の子、元の俳句をなり。縁、2月皇后、初めて霊王、剣を王とするの元年。剣、孔子の子、趙、子す。孔子12年、前195年。計の国、改めて五の国となった。10月新中、初めて非を王とした元年。非は孔子の兄の劉中の子で、元の俳句である。縁の国、2月皇后、諸王、霊王、剣の元年。剣は孔子の子である。趙の国、趙王、徐威が死んだ。孔慶元年、趙、淮陽王、趙に移る。名は雄、元年これ、雄王たり。淮陽、軍となる。孔慶元年、前194年、趙、淮陽王が趙に転封された。王の名は雄、元年、これが雄王である。淮陽の国、軍となった。
光慶2年、宋北里長須、聖北里長須、長佐、愛王会の元年。光慶2年、前193年、宋の国来庁した、聖の国来庁した、長佐の国愛王会の元年である。光慶3年、省略。光慶4年、宋北里長須、聖北里長須、淮南北里長須、長北里長須。光慶4年、前191年、宋の国来庁した、聖の国来庁した、淮南の国来庁した、長の国来庁した。光慶5年、呉北里長須、燕北里長須。光慶5年、前190年、呉の国来庁した、燕の国来庁した。光慶6年、聖高図。光慶6年、前189年、聖の国、王、妃が亡くなった。光慶7年、宋、北里長須、呂、初めて呂国を置く。聖、愛王上の元年、呉、北里長須、淮南、北里長須、燕、北里長須、長、北里長須、定山、初めて定山国を置く。両北里長須、呂、初めて呂国を置く。淮陽、また淮陽国を置く。光慶7年、前188年、宋の国来庁した。呂の国、初めて呂の国を設置した。聖の国、愛王、上の元年である。呉の国来庁した。淮南の国、来庁した。燕の国、来庁した。長の国、来庁した。定山の国、初めて定山国を設置した。両の国来庁した。呂の国、初めて呂国を設置した。淮陽の国、また淮陽国を設置した。光孝元年、呂4月初めて長燕を王とするの元年、燕光孝の外孫にして元の長王豪の子。長山4月辛抱、愛王不義の元年、光図。呂4月辛抱、呂王大の元年、光図。淮陽4月辛抱、初めて海王京を王とするの元年、京慶帝の子。光孝の元年、前187年、呂の国4月初めて長燕を王とした元年、燕は光孝の外孫で先の長王豪の子である。定山の国、4月辛抱、愛王不義の元年、この年に亡くなった。呂の国、4月辛抱、呂王大の元年、この年に亡くなった。淮陽の国、4月辛抱、初めて海王京を王とした元年、京は慶帝の子である。光孝2年、定山7月起死、初めて義を王とするの元年、愛王の弟義光慶の子、元常陽公、後に立ちて帝となる。呂の国、11月起害、王呂家元年、家宿王の子、長佐京王雄の元年。光孝の2年、前187年、定山の国、7月起死、初めて義を王とした元年、愛王の弟である。義は光慶の子で、先の上上皇である。後に建てられて王となった。呂の国、11月起害、王呂家の元年、家は宿王の子である。長佐の国、京王雄の元年である。光孝3年、聖北里長須、長佐北里長須。光孝3年、前185年、聖来庁した、長佐の国来庁した。光孝4年、定山5月平身、初めて長を王とするの元年、長慶帝の子にして元の始皇なり。光孝4年、前184年、定山の国5月平身、初めて長を王とした元年、長は慶帝の子で先の始皇である。光孝5年、淮陽北里長須、もとい淮南北里長須、淮陽氏なし。
高校の5年、前183年、淮南の国来庁した、淮陽の国跡継ぎがいなかった。高校6年、牢屋初めて牢屋国を置く、領、賀廃せらる、7月平身、呂さんの元年、三宿王の弟、元の高校なり、淮陽、初めて武を王とするの元年、武、後継帝の子にして、元の古漢公なり、高校の6年、前182年、牢屋の国、初めて牢屋国を設置した、呂の国、王の家が廃された、7月平身、呂さんの元年、三は、宿さんの弟で、元い宿王の弟で、先の高校である、淮陽の国、初めて武を王とした元年、武は後継帝の子で、先の古漢公である。高校7年、牢屋王宅の元年、元の栄領公なり、縁、たたる、領、移り手長に王たり、自殺す、王呂さんの元年、領、呂の国、呂さん移り手領に王たり、2月停止、王、王体の元年、慶帝の子。高校の7年、前181年、牢屋の国、王宅の元年、先の栄領公である、縁の国、タタール、領の国、転封して長の国の王となった、王の会が自殺した、王、呂さんの元年である、呂の国、呂さんは転封して領国の王となった、2月停止、王、他の元年、慶帝の子である。高校8年、縁、10月新中、初めて呂通を王とするの元年、宿王の子にして元の東平公、9月中世られ、国除かる。長、初めて呂六を王とするの元年、呂公の兄の子にして古領公たり、中世られて国除かる。定山、子にあらず、中世られて国除かれて軍となる。領、罪あり、中世られ軍となる。淮陽、武中世られ国除かる。高校の8年、前180年、縁の国、10月新中、初めて呂通を王とした元年、宿王の子で先の東平公である。9月、中殺され、領地が召し上げられた。長の国、初めて呂力を王とした元年、呂公の兄の子で先の古領公である。中殺され、領地が召し上げられた。定山の国、王の義は実は慶帝の子ではなかった。中殺され領地が召し上げられて軍となった。領の国、呂さんは罪があった。中殺されて領は軍となった。淮陽の国、武が中殺され領地が召し上げられた。公文元年、呂、廃せられて公となる。聖、公図、常陽、初めて常陽軍の置く。西北、初めて西北を置く。牢屋、縁に移る。縁、10月公述、牢屋を宅、縁に移るの元年、これ、慶王たり。長、10月公述、長王、水の元年、雄王の子。各官、若して各官となし、学生に都す。大元、初めて大元の置き、新陽に都す。領、また領国を置く。大、文帝となる。公文前元年、前179年、呂の国、長縁は廃されて公となった。西の国、愛王が亡くなった。常陽の国、初めて常陽軍を設置した。西北の国、初めて西北を設置した。牢屋の国、王の龍卓が縁に転封になった。縁の国、10月公述、牢屋王宅が縁に転封した元年、これが慶王である。長の国、10月公述、長王水の元年、雄王の子である。加冠の国、長の地の一部を分割して加冠の国とし、楽政を都とした。大元の国、初めて大元を設置し、新陽を都とした。領の国、また領の国を設置した。大の国、大王が文帝となった。
公文2年、祖、伊王、永の元年、聖、文王、即の元年、上陽、2月一望、慶王、昭の元年、昭、統計王の子にして元の主居侯なり、西北、2月一望、王皇居の元年、皇居、統計王の子にして元の逃亡侯なり、牢屋、国除かれて軍となる、円、皇図、下巻、2月一望、初めて文王、平居を王とするの元年、平居、昭の雄王の子、大元、2月一望、初めて三を王とするの元年、三、文帝の子、梁、2月一望、初めて海王将を王とするの元年、将、文帝の子、大、2月一望、初めて武を王とするの元年、武、文帝の子、公文、前2年、前178年、祖の国、伊王永の元年、聖の国、文王即の元年、上陽の国、2月一望、慶王昭の元年、昭は統計王の子で先の主居侯である。西北の国、2月一望、王皇居の元年、皇居は統計王の子で先の逃亡侯である。牢屋の国、慶王が縁に天保になったので牢屋の領地は召し上げられ、軍となった。縁の国、慶王が亡くなった。下巻の国、2月一望、初めて文王、辟境を王とした元年、辟境は趙の雄王の子である。大元の国、2月一望、初めて秦を王とした元年である。秦は文帝の子である。梁の国、2月一望、初めて海王趙を王とした元年、趙は文帝の子である。大の国、2月一望、初めて武を王とした元年、武は文帝の子である。公文3年、西北軍となる、呉、北里長須、淮南、北里長須、燕、皇王、賀の元年、淮陽、また淮陽国を置く。大、淮陽に移る。長沙、西王、著の元年。公文前3年、前177年、西北の国、領地が召し上げられ都とな、軍となった。呉の国、来朝した。淮南の国、来朝した。燕の国、皇王賀の元年である。淮陽の国、また淮陽国を設置した。大の国、大王部は淮陽に天保となった。長沙の国、西王趙の元年である。公文4年、上陽、享王期の元年、大元、改めて大王となる。淮陽、大王部、淮陽に移るの3年。大、大元王3、豪を改めて大王となすの3年。実った大元による、これ皇王たり。公文の、公文帝、前4年、前176年、上陽の国、享王期の元年、大元の国、大元王三は天保され、五を改めて大王となった。淮陽の国、大王部は淮陽に天保された。王となってから3年である。大の国、大元王三は天保され、五を大王と改めた。王となってから3年である。実際は大元にとどまっていた。これが皇王である。公文5年、祖皇図。公文帝、前7年、前173年、長来たりて長須、梁来たり長須、淮陽来たり長須、大来たり長須。もとい、公文5年、公文6年、祖王母の元年、淮南王無道にして職に移され、陽に死す、軍となる。公文6年、前174年、祖の国、王母の元年、淮南の国、王は道理に外れた行いをしたので職に流され、その都市陽の地で死んだ。
ワイナン国は廃され郡となった。公文7年、長北里朝須、領北里朝須、ワイヨー北里朝須、大北里朝須。公文前6年、前7年、前173年、長の国来朝した、領の国来朝した、ワイヨーの国来朝した、大の国来朝した。公文8年、聖北里朝須、縁北里朝須、下巻北里朝須。公文前8年、前172年、聖の国来朝した、縁の国来朝した、下巻の国来朝した。公文9年、上陽北里朝須、淮陽北里朝須。公文前9年、前171年、上陽の国来朝した、淮陽の国来朝した。公文10年、長鎖北里朝須。公文前10年、前170年、長鎖の国北里朝須、来朝した。公文11年、上陽淮南に移る郡となり姓に属す、領北里朝須、高じて後なし、淮陽北里朝須、領に移る郡となる、大北里朝須。公文11年、前169年、上陽の国、上陽王、紀が淮南に転封になった、郡となって、姓の国に属した、領の国、来朝した、海王将が亡くなって、跡継ぎがいなかった、淮陽の国、来朝した、領に転封となった、淮陽国は廃され、郡となった、大、来朝した。公文12年、聖北里朝須、淮南、上陽王、紀、淮南に移るの元年、領北里朝須、淮陽、北里朝須、領、淮陽王、武、領に移るの元年、これ、皇王たり。公文前12年、前168年、聖の国来朝した、淮陽の国、上陽王、紀が淮南に転封してきた元年、領の国来朝した、淮陽の国来朝した、領の国、淮陽王、武が領に転封してきた元年、これが皇王である。公文13年、祖北里朝須。公文帝前13年、前167年、祖の国来朝した。公文14年、縁北里朝須、下巻皇図。公文帝の前14年、前166年、縁の国来朝した、下巻の国文王が亡くなった。公文15年、鉱山、初めて鉱山を置く、聖皇子手の地なし、上陽、また上陽国を置く、西北、また西北国を置く、西南、分かちて西南国となす、四川、分かちて四川となし、都に、劇に都す、後世、分かちて後世となし、縁に都す、高等、分かちて高等となし、側木に都す、淮南、上陽に移る、縁、北里朝須、下巻、愛王福の元年、号じて後の、国除かれて軍となる、六王、初めて六王国を置く、領、北里朝須。公文帝の前15年、前165年、鉱山国、初めて鉱山の国を設置した、聖の国、文王祖が亡くなって跡継ぎがいなかった、上陽の国、また上陽国を設置した、西北の国、また西北国を設置した、西南の国、西の国の地の一部を分割して西南国とした、四川の国、西の国の地の一部を分割して四川を国とし、劇を都とした、後世の国、西の国の地の一部を分割して後世国とし、縁を都とした、高等の国、西の国の地の一部を分割して高等国とし、側木を都とした、淮南の国、上陽に転封になった、縁の国、来朝した、下巻の国、愛王福の元年、王はこの年に亡くなり、跡継ぎがいなかったので、領地は召し上げられて、下巻国は軍となった。六王国、初めて六王国を設置した。領の国、来朝した。
光文16年、光山四月平院王没の元年、淮南霊王の子にして元の愛用子なり、聖四月平院光王少女の元年、聖統計王の子にして元の養虚子なり、上陽淮南王紀上陽に移るの13年、西北四月平院初めて死を王とするの元年、聖統計王の子にして元の安徳王なり、西南四月平院初めて壁光を王とするの元年、聖統計王の子にして元の六光なり、四川四月平院初めて剣を王とするの元年、聖統計王の子にして元の武将光なり、後世四月平院初めて遊挙を王とするの元年、統計王の子にして元の白石光なり、淮南四月平院王安の元年、淮南霊王の子にして元の不良光なり、露光四月平院王死の元年、淮南霊王の子にして元の陽州光なり。光文帝前16年、前164年、鉱山の国四月平院王没の元年、淮南霊王の子で先の安陽光である。聖の国四月平院光王少女の元年、聖統計王の子で先の陽虚光である。上陽の国淮南王紀上陽に転封した。王となってから13年、西北の国四月平院初めて死を王とした元年、聖の統計王の子で先の安徳王である。西南の国四月平院初めて壁光を王とした元年、聖の統計王の子で先の六光なり、六光である。四川の国四月平院初めて剣を王とした元年、聖の統計王の子で先の武将光である。後世の国四月平院初めて豪を王とした元年である。聖の統計王の子で先の平将光である。江東の国四月平院初めて遊挙を王とした元年、聖の統計王の子で先の白石光である。淮南の国四月平院王の安の元年、淮南霊王の子で先の不良光である。露光の国四月平院王死の元年、淮南霊王の子にして先の陽州光である。光元年、光元年前163年、光2年前162年、大光図大王が亡くなった。後光3年、聖来たり朝数、西北来たり朝数、西南来たり朝数、両来たり朝数、大教王等の元年。後の3年、全161年、西の国来朝した、西北の国来朝した、西南の国来朝した、両の国来朝した、大の国教王等の元年である。後4年、西北来たり朝数、縁来たり朝数、朝来たり朝数。後の4年、前140年、西北の国来朝した、縁の国来朝した、朝の国来朝した。後5年、前159年、蘇来たり朝数、上陽来たり朝数、淮南、西南来たり朝数、後世来たり朝数。後の4年、後の5年、前159年、蘇来朝した、上陽の国来朝した、西南の国来朝した、後世の国来朝した。後6年、淮南来たり朝数、両来たり朝数、調査来たり朝数。後の6年、
前158年、ワイナンの国来朝した、領の国来朝した、調査の国来朝した。後7年、調査来たり調数、講じて後なく国のぞかる。後の7年、前157年、調査の国来朝した、西王、趙が亡くなって跡継ぎがいなかったので領地が召し上げられた。後慶元年、河間また河間国を置く。高専、初めて高専を置き、信徒に都す。林公、初めて林公を置き、高陵に都す。序南、初めて序南国を置く。淮陽、また淮陽国を置く。調査、また調査国を置く。後慶帝の前元年、前156年、河間の国、また河間国を設置した。高専の国、初めて高専を設置し、神道を都とした。林公の国、初めて林公を設置し、高陵を都とした。序南の国、初めて序南国を設置した。淮南の国、また淮南国を設置した。調査の国、また調査国を設置した。合計2年、蘇、来たり調数、蘇、蘇を分かちてまた蘇国を置く。西南、来たり調数、趙、来たり調数、河間、三月公院、初めて剣王、徳を王とするの元年、慶帝の子。高専、三月公院、王、宝祖の元年、慶帝の子。中山、初めて中山を置き、ロドに都す。梁、来たり調数、ロコ、三月公院、初めて円宇を王とするの元年、慶帝の子。序南、三月公院、初めて火を王とするの元年、慶帝の子。淮陽、三月公院、初めて陽を王とするの元年、慶帝の子。調査、三月公院、帝王初の元年、慶帝の子。後慶帝、先の前2年、前155年、蘇の国来朝した。蘇の国、祖国を分かって、また蘇の国を設置した。西南の国来朝した。趙の国来朝した。河間の国、三月公院、初めて剣王徳を王とした元年、慶帝の子である。高専の国、三月公院、王宝祖の元年、慶帝の子である。中山の国、初めて中山を設置し、ロドを都とした。梁の国来朝した。林公の国、三月公院、初めて円宇を王とした元年、慶帝の子である。序南、三月公院、初めて火を王とした元年、慶帝の子である。淮陽、三月公院、初めて陽を王とした元年、慶帝の子である。調査の国、三月公院、帝王初の元年、慶帝の子である。後慶3年、蘇藩士中世らる。蘇、陸月逸外、淮陽を蘇に移るの元年、これ京王たり。西北、四川に移る。西南、藩士中世らる、軍となる。四川、藩士中世らる。西北を死、四川に移るの11年、これ伊王たり。後世、藩士中世らる。6月逸外、右王丹の元年、慶帝の子。高等、藩士中世らる。高、藩士中世らる。長、藩士中世らる。軍となる。河間、来たり調数。高専、来たり調数。中山、陸月逸外、西王将の元年、慶帝の子。梁、来たり調数。淮陽、炉に移る。軍となる。後慶帝、前3年。前154年。蘇、謀反して中された。炉の国、6月逸外、淮陽王が炉に天保になった元年、これが京王である。西北の国、四川に天保になった。西南の国、謀反して中された。西南国は軍となった。四川の国、謀反して中された。西北王、死が四川に天保した。王となってから11年、これが伊王である。後世の国、謀反して中された。
6月5日が右王多の元年、慶帝の子である。高等の国、謀反して中された。五の国、謀反して中された。長の国、謀反して中された。長の国は軍となった。下官の国、来朝した。高専の国、来朝した。中山の国、6月逸外、西王昭の元年、慶帝の子である。梁の国、来朝した。淮陽の国、炉に天風になった。天保になった。淮陽国は軍となった。光慶4年、四月騎士、大使を立つ。祖、文能令の元年、元能の子にして元の兵立功なり、老、北里長須、鉱山、西北に移る、老王、老皇王氏、鉱山に移るの元年、聖、伊王樹の元年、西北、鉱山王、没、西北に移るの12年、これ、帝王大、高等、四月騎士、初めて王たるの元年、これ、後部帝たり、高等、初めて高等を置く、陸月、逸外、序南王妃、高等王となるの元年、これ、疫王たり、老皇、鉱山に移り、国に除かれて軍となる、臨皇工事での知能、国に除かれて軍となる、序南、高等に移る、後慶帝の前4年、前153年、四月騎士、大使を立てた、その国、文能令の元年、元王の子で、先の平六公である。炉の国、来朝した。鉱山の国、西北に転封した。炉公王、氏が鉱山に転封になった元年である。西の国、伊王、樹の元年である。西北の国、鉱山王、没が西北に転封になった。王となってから12年、これが帝王である。高等の国、四月、一子、初めて王たるの元年。これが後の後部帝である。高等の国、初めて高等王区、六月逸外、序南王、比が高等王に転封になった元年、これが疫王である。盧公の国、鉱山に移り、領地が召し上げられて、盧公国は軍となった。臨皇の国、王の援軍がなくなって跡継ぎがいなかったので、領地が召し上げられて、臨皇国は軍となった。序南の国、高等に転封した。後慶5年、西北里長須、西北高津、序南北里長須、縁高津、長高専王、高祖、長に移るの4年、これ、慶主公たり、高専、長に移り、国、除かれて新都軍となる。後慶帝の前5年、前152年、西の国来朝した、西北の国、帝王が亡くなった。序南の国来朝した。縁の国皇王が亡くなった。長の国高専王法祖が長に転封した。王となってから4年、これが慶祝王である。高専の国、長に転封し、領地が召し上げられて、高専国は軍となった。後慶6年、宋北里長須、高津、西北武王子の元年、縁、王帝国の元年、臨皇、また臨皇国を置く、長佐、北里長須。後慶帝の先の6年、前151年、その国来朝した、文能が亡くなった。西北の国、武王子の元年である。縁の国、王帝国の元年。臨皇国、また臨皇国を設置した。長佐の国、来朝した。後慶7年、11月一中、大使、ハイセラル、祖、安王道の元年、豪道、四月帝使、大使となる、中山、北里長須、梁、北里長須、臨皇、11月一中、初めて敏王、栄を王とするの元年、慶帝の大使たり氏が、ハイセラル、上佐、北里長須。後慶帝の前7年、前150年、11月一中、大使が廃された。その国、安王道の元年である。高等の国、4月帝使、王が大使となった。中山の国、来朝した。梁の国、来朝した。臨皇の国、11月一中、初めて、敏王栄を王とした元年。慶帝の大使であったが、廃された。長佐の国、来朝した。
中元年、宋、北里朝須、老、北里朝須、四川、北里朝須、後世、北里朝須、江東、また江東国を置く、江泉、また江泉国を置く。中元年、前149年、宋の国来朝した、魯の国来朝した、四川の国来朝した、江泉の国来朝した、江東の国、また江東国を設置した、江泉の国、また江泉国を設置した。中2年、上陽北里朝須、四川北里朝須、江東、四月一日、初めて皇王、紀王王とするの元年、慶帝の子、長北里朝須、河間北里朝須、江泉、四月一日、慶王、越の元年、慶帝の子、青雅、初めて青雅を置き、西洋に都す、梁、北里朝須。中の2年、前148年、上陽の国来朝した、四川の国来朝した、江東の国、四月一日、初めて皇王、紀王、王とした元年、慶帝の子である、長の国来朝した、河間の国来朝した、江泉の国、四月一日、慶王、越の元年、慶帝の子である、青雅の国、初めて青雅を設置し、西洋を都とした、梁の国来朝した。中3年、江山北里朝須、縁北里朝須、青雅、三月帝子、愛王上の元年、慶帝の子、林公、病の前縁を犯して旧都那須に出し、自殺す、国に除かれて南軍となる。江山北里朝須。中の3年、前147年、江山の国、来朝した、縁の国、来朝した、青雅の国、三月帝子、愛王上の元年、慶帝の子である。林公の国、宋廟の外職の家紀を壊し、王宮の土地としたことで罪に座し自殺した。領地は召し上げられ、林公国は南軍となった。江山の国、来朝した。中4年、淮南北里朝須、中山北里朝須、上山また上山国を置く、長沙北里朝須。中の4年、前146年、淮南の国来朝した、中山の国来朝した、上山の国また上山国を設置した、長沙の国来朝した。中5年、宋北里朝須、江東北里朝須、上山北里朝須、江東北里朝須、上山、四月帝子初めて剣王、春を王とするの元年、後継の子、清泉、若ちて清泉国となす、清東、若ちて清東国となす、山陽、若ちて山陽国となす、清陰、若ちて西陰国となす。中の5年、前145年、祖の国来朝した、江東の国来朝した、上山の国、四月帝子、初めて剣王春を王とした元年、後継の子である。清泉、両の国を地の一部を分割し、清泉国とした。清東の国、両の国の地の一部を分割して、清東国とした。山陽の国、両の国の地の一部を分割して、山陽国とした。西陰の国、両の国の地の一部を分割して西陰の国とした。長沙の国来朝した。中6年、上陽皇子、梁北里朝須、皇子、清泉、5月平日、初めて明を王とするの元年、梁皇王の子、清東、5月平日、初めて法理を王とするの元年、梁皇王の子、山陽、5月平日、初めて帝を王とするの元年、梁皇王の子、清陰、5月平日、初めて伏木を王とするの元年、梁皇王の子。中の6年、前144年、上陽の国、京王が亡くなった、梁の国、来朝した、皇王が亡くなった、清泉の国、5月平日、初めて明を王とした元年、
領の皇后の子である正統の国5月平術初めて法理を王とした元年領の皇后の子である三陽の国5月平術初めて帝を王とした元年領の皇后の子である仙院の国5月平術初めて不思議を王とした元年領の皇后の子である豪元年上陽慶応園の元年四川来たり長数縁来たり長数長来たり長数下巻来たり長数領行王倍の元年皇后の子聖院講じて後の国のぞかる後の元年前143年上陽の国慶応園の元年である四川の国来朝した縁の国来朝した長の国来朝した下巻の国来朝した領の国享王倍の元年皇后の子である聖院の国王不思議が亡くなって跡継ぎがなく領地が召し上げられた後2年、皇2年西来たり朝数西北来たり朝数縁来たり朝数後の2年前142年西の国来朝した西北の国来朝した縁の国来朝した後3年後東来たり朝数後の3年前141年両東の国来朝した後部権限元年後部帝の権限元年前140年後部権限2年祖来たり朝数老来たり朝数淮南来たり朝数清河来たり朝数後部帝の権限2年前139年祖の国来朝した老の国来朝した淮南の国来朝した清河の国来朝した後部権限3年中山来たり朝数西北明中府を殺す廃して暴領に移す大来たり朝数調査来たり朝来たり朝数後部帝の権限3年前138年中山の国来朝した西北の国明は中府を殺した王を廃して暴領に流した大の国来朝した調査の国来朝した後部権限4年皇都来たり朝数中山来たり朝数領来たり領皇図聖戦軍となる皇部帝の権限4年前137年皇都の国来朝した定山の国来朝した領の国享王が亡くなった高専の国もとい聖戦の国聖戦国は廃せられて軍となった皇部権限5年高専美王の元年聖が講じて後なく国除かれて軍となる領平王城の元年三陽講じて後なく国除かれて軍となる皇部帝の権限5年前136年高専の国牧王の元年である元い美容王の元年である清河の国愛王が亡くなり跡継ぎがいなかったので領地は召し上げられ清河の国は軍となった領の国平王城の元年である三陽の国王の帝が亡くなって跡継ぎがいなかったので領地は召し上げられて三陽国は軍となった後部権限6年後世来たり朝数朝来たり朝数後部帝の権限6年前135年後世国が来朝した朝の国が来朝した元寇元年上陽来たり朝数後東来たり朝数縁来たり朝数元寇元年前134年上陽の国来朝した
両党の国来庁した、円の国来庁した。元寇三年、そう、来たり長数、生出数、もとい、元寇三年、前百、元寇三年、総来たり長数、生出数、中山来たり長数、大奥義の元年、調査来たり長数。元寇三年、前132年、祖の国来庁した、生の国伊王が死んだ、中山の国来庁した、大の国奥義の元年である、調査の国来庁した。元寇四年、生、霊王、自称の元年、政党来たり長数。元寇四年、前131年、政の国霊王自称の元年である、政党の国来庁した。元寇五年、上位を来たり長数、四川皇子加冠来たり長数。元寇五年、前130年、上位の国来庁した、四川の国伊王が亡くなった、加冠の国来庁した。元寇六年、宋皇子、老皇子、四川西王権の元年、趙来たり長数、加冠京王府外の元年。元寇六年、前129年、宋の国安王が亡くなった、魯の国京王が亡くなった、四川の国西王権の元年である、趙の国来庁した、加冠の国京王府外の元年である。元作元年、祖上王中の元年、魯安王皇の元年、西北来たり長数、縁近住の行いに座して自殺す、国除かれて軍となる、調査皇王陽の元年。元作元年、前128年、祖の国上王中の元年である、魯の国安王皇の元年である、西北の国来庁した、縁の国近住のような行いをしていたことを罪に問われ自殺した、領地は召し上げられて縁の国は軍となった。調査の国、調査の国皇王陽の元年である。元作2年、前127年、政皇子手後の国除かれて軍となる、皇政来たり長数、皇都王権の元年、領来たり長数。元作2年、前127年、政の国霊王が亡くなって跡継ぎがなく、領地は召し上げられて政の国は軍となった、皇政の国来庁した、皇都の国王権の元年である、領の国来庁した。元作3年、加冠皇子、中山来たり長数。元作3年、前126年、加冠の国京王が亡くなった、中山の国来庁した。元作4年、宋来たり長数、加冠豪王丹の元年、政党来たり長数。元作4年、前125年、祖の国来庁した、加冠の国豪王丹の元年である、政党の国来庁した。元作5年、皇都来たり長数、淮南安罪あり国二県を削らる、定山来たり長数。元作5年、前124年、皇都の国来庁した、淮南の淮南の国王の案に罪があった、領地の二県を削られた、定山の国来庁した。元作六年、上陽来たり長数、高専来たり長数。元作六年、前122年、高山の国、もとい、
元作6年前123年上陽の国来朝した。豪泉の国来朝した。元首元年鉱山藩士自殺し国除かる。淮南藩士自殺す朝来たり朝す。元首元年前122年鉱山の国謀反が発覚して自殺し領地は召し上げられた。淮南の国謀反が発覚し自殺した。趙の国来朝した。元首2年老来たり朝す皇と藩士自殺し国除かれて皇陵軍となる。陸安国を置き元の陳のもって都となす。7月平氏初めて京王慶王王とするの元年皇統王の子第来たり朝す調査来たり朝す。元首2年前121年炉の国来朝した。高都の国謀反が発覚して自殺し領地は召し上げられて高陵軍となった。陸安の国陸安国を設置し先の陳を都とした。7月平氏初めて京王慶王王とした元年高陵王の高等王の子である大の国来朝した。調査の国来朝した。元首3年西北来たり朝す皇統愛王権の元年中山来たり朝す。元首3年前120年西北の国来朝した皇統の国愛王権の元年である中山の国来朝した。元首4年総来たり朝す政党来たり朝す。元首4年前119年その国が来朝した政党の国が来朝した。元首5年政また政国を置く上陽来たり朝す皇図四川来たり朝す皇陵改めて皇陵国となす。円また円国を置く。元首5年前118年政の国また政の国を設置した。上陽の国来朝した慶王が亡くなった。四川の国来朝した皇陵国の号を改め、皇陵の国国号を皇陵国と改めた。円の国また円の国を設置した。元首6年前、政4月1日初めて海王皇王王とするの元年武帝の子上陽慶王義の元年皇陵4月1日初めて将王とするの元年武帝の子円4月1日初めて辣王丹を王とするの元年武帝の子加冠来たり朝す定山来たり朝す。元首6年前117年政の国4月1日初めて海王皇王王とするの元年武帝の子である上陽の国慶王義の元年皇陵の国4月1日初めて将王とするの元年武帝の子である円の国4月1日初めて辣王丹を王とするの元年武帝の子である加冠の国来朝した定山の国来朝した。元帝元年高専来たり朝す皇統標高して人を殺し上陽に移さる国大化軍となる。元帝元年前116年高専の国来朝した政党の国王が追い剥ぎを働いて人を殺し上陽に移された政党の国は廃されて大化軍となった。元帝2年宋高図老来たり朝す第来たり朝す。元帝2年前115年宋の国法図炉の国来朝した大の国来朝した。元帝3年宋摂王淳の元年止水初めて止水を置き丹に都す加冠高図中山来たり朝す政がまた政家国を置く定山高図高王となる。
大聖賀に移す大元軍となる調査来たり調す。元帝3年前114年、その国摂王順の元年である四水の国、初めて四水県を設置し丹を都とした。加冠の国豪王が亡くなった。中山の国来朝した。聖賀の国また聖賀の国を設置した。上山の国剣王が亡くなった。古賀王となった。大の国聖賀に天保になった。大の国は廃されて大元軍となった。調査の国来朝した。元帝4年四水四王庄の元年、庄上山慶王の子、加冠慶王寿の元年、中山皇子、聖賀大王義聖賀に移るの12年、これ豪王たり。新帝改めて新帝国となす慶王兵の元年、上山慶王の子。元帝4年前113年、四水の国四王庄の元年である。庄は上山剣王の子である。加冠の国慶王寿の元年、中山の国皇子、聖賀大王義は聖賀に転封された。王となってから、もとい聖賀の国大王義は聖賀に転封された。王となってから12年、これが豪王である。新帝の国国号を新帝国と改めた。慶王兵の元年、上山聖王の子である。元帝5年高専来たり長数、中山愛王庄の元年、即年皇子。元帝5年前112年、高専の国来朝した。中山の国愛王庄の元年、同年に亡くなった。元帝6年西北来たり長数、陸安来たり長数、中山皇王今氏の元年、元宝もとい元帝6年前111年、西北の国来朝した。陸安の国来朝した。中山の国皇王今氏の元年である。元宝元年、聖皇子て後の国除かれて軍となる。上陽来たり長数、新帝来たり長数。元宝元年前110年、聖の国海王が亡くなって跡継ぎがなく領地が召し上げられて軍となった。上陽の国来朝した。新帝の国来朝した。元宝2年上陽皇子、四川慶王伊の元年。元宝2年前109年、上陽の国慶王が亡くなった。四川の国慶王伊の元年である。元宝3年老来たり長数、上陽慶王部の元年、後世講じて後の国除かる。聖が来たり長数。元宝三年前108年、炉の国来朝した。上陽の国慶王部の元年である。後世の国右王が亡くなって跡継ぎがなく領地は召し上げられた。聖がの国来朝した。元宝四年、元宝4年前107年、元宝5年炉大山に長数、西北大山に長数、高等大王通兵の元年。元宝5年前106年、炉の国大山で武帝に朝見した。西北の国大山で武帝に朝見した。高等の国大王通兵の元年である。元宝6年新帝来たり長数、元宝6年前105年、新帝が来朝した。大所元年四水皇子、陸安来たり長数。大所元年前104年、四水の国四王が亡くなった。陸安の国来朝した。大所2年四水愛王安政の元年、すなわち太陽賀の元年、安政の子。中山来たり長数。大所2年前103年、四水愛王安政の元年である。
愛王は同年亡くなったので、そのまま太陽賀の元年でもある。二人とも安政の子である。中山の国に来朝した。大所三年、前102年。大所四年、梁来たり朝数、長山、長佐来たり朝数。大所四年、前101年、梁の国に来朝した。長佐の国に来朝した。以上、刊行以来諸侯往年表第5終わる。ありがとうございました。ごきげんよう。また後ほど。